さあ東京ハンドの JF のスタジオから有吉弘行のサンデーナイトドリームをお送りしております。はい、続いては芸能人のあだ名です。芸能人にぴったりのあだ名を考えてもらい、有吉賞に評価をいただいております。はい、ラジオネーム魅惑のタンクトップ FM 長野、はい、うちの正弘さんだっけこれ、ね、あ、はい、うちの正弘さんのあだ名、はい、陣の視聴率も良かったみたいだし、世間はダブル不倫と飲酒運転は忘れたから、これから頑張ってほしい。やめ、もうやめ、忘れ、なんで忘れないかな。まあ掘るねこの人、まあ、ディグダグディグダグディグダグ掘りまくる。あ、うちの正明さんだね。正明さん、失礼いたしました、うちのさん、うちの正明さんのあだ名です。陣の視聴率も良かったみたいだし、世間はダブル不倫と飲酒運転は忘れたから、これから頑張ってほしい。うちの正明さんでした。いやいや、そんな言わなくてよかった、ね、むしろ間違えといた方が良かったんじゃない。いや、辻君がうちの正明聞こえてきましたね、向こうから。続いてはですね、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、うん、はい、まずはこのニュース。内野正明離婚。離婚、俳優の内野正明さんが女優一野真紀さんとの離婚を18日に発表しました。去年9月に報じられた人妻との、車中不倫スキャンダル発覚以前から離婚の話し合いをしていたことを明かしましたと。うん、まあそうだろうけど、ね、でもやっぱあの車中不倫がやっぱり決め手でしょうね。飲酒運転されて、ね、40歳の女性、ね、はい、おっぱい触りながらキスしてる写真がやっぱりフライデーに載っちゃったわけですからね。やっぱ40歳の女性で車でおっぱい触りながらキスしてるのが写真に載っちゃうと、やっぱ奥さんはやっぱショックでしょう。いや、まあそれはショックでしょうね。さらに飲酒運転の、ね、疑惑もあったりとか、はいはい、でもその前から離婚の話をしてる。前からはそうだけど、前はちょっと嫌だわ、はい、もう、まあ、忙しくてお互いとかさ、はい、ちょっとのろけてるのも半分ぐらいみたいなのもあったかもしれないけど、はい、でもさすがにほら女優さんの旦那さんがさ、はい、40歳の女性のおっぱい触りながらキスしちゃう、はい、いいじゃないですか、ね、なんかその一部年に気にしてますよね。40歳だからみたいな感じで。まあね、まあでもしょうがないでしょ。でこれなんか慰謝料はもらわないみたいなこと言ってましたね、あ、そうなんですか、一郎さんは。で養育費だけ月50万だって。養育費月50万。それ相場がそんなもんですか。いや、どう、相場は知らないけどさ、まあ、内野さんの稼ぎからしたら50万ぐらいは何でもないんじゃない。ああ、なるほど、そういうことですかね。どうするお前山野、はい、はい、養育費、養育費、養育、あの結婚してた相手に、はい、養育費、はい、そうだな、毎月イノシシ50頭って言われたら、はい、養育費毎月イノシシ50頭結構厳しい。厳しいですね。どうやって子供育てるんですか、イノシシ50頭もらって。だからうちのさんも相当、うちのさんはまあ全然余裕だろう、まあ、僕で言うとイノシシ50頭ってことですか。そう、相当きついですね。いや、まあ、相当きつい。一般で言うとそれぐらいってこと、うちのさんは余裕だってことです。ああ、うちのさんのだから月50万っていうのは、山野で言うとだからどうだろう、はい、杉の木を3本ぐらい感じじゃない、月杉の木3本。ああ、じゃあ結構簡単。簡単じゃん。分かんない。分かんないですよ、基準が。いや、でも大変だよね。まあまあ大変ですね。お子さん、なんか4歳ぐらいだっつってたから結構、うん、やっぱり女優同士、俳優同士って、やっぱりなかなか難しいかもしれないね。あ、まあ難しいって一言で言うのはあれだけど、これに関しては、ほら、内野さんがね、40歳の女性のおっぱい触りながらキスしてる、まあまあ、そこ言いたがりますね。なんで絶対はしょんないで全部言うの。全部言うの。次のニュース、次行きましょうか。続いてのニュースはこちら。ラジオネームペケミニ、内野正明さんのあだ名、乳もみ運転手。いや、それはまあ40歳のね、女性のおっぱいを揉みながらキスをした写真を撮られてましたから、はいはい、そういうことになったんでしょうけどね。そこだけ抜粋しなくていいです。いろいろありますから他にもね。ラジオのペケミニ、うちの正明、そんなに車の中でおっぱい揉みたいなら次からマジックミラー号でやりなさい。これ AV 男優になっちゃう。見せたかったわけじゃないじゃん。誰かに見てほしいわけじゃない。40歳の女性とキスしながらな、おっぱい触ってたっつってもそれは別に見せたいわけじゃない。ラジオのペケミニ、うちの正明、
あんたの車中乳もみなんて雛形あきこの不倫カーセックスに比べたら屁みたいなもんよ。いやあれ確実じゃないでしょ。そうなんですよ。なんか車が動いてて、ちょっと曇ってたよっていうだけでしょ。っていう、そうですね。限りなく黒に近いグレーですよ。まあね、いや、そこでないですけどね、雛形あきこさんのフリンカーセックスのことさ、ほじくり返すのやめない。今幸せにちゃんとやってお母さんで、離婚はされたかな、されたよね多分ね。かな、また思い出しちゃいますね。それが原因だったのかな、この雛形あきこさんのフリンカーセックスが原因かな、離婚の。よくわかんないけどね。いや、まあでもほじくり返すのやめようよ、それ。まあまあそうですね。ちょっともうほんと怖いよ。ラジオネームペケミニ、 AV 男優の内野正明さんが。違う、ほらもう、もう職業か。なんかあれ露出もんじゃないですよね。40歳のほら女性のおっぱいをくしゃないで。あ、そうですね。AV 男優の内野正明さんが新ドラマの発表会で、同じ早稲田大学出身の野田首相について、うん、今は日本が大変な時期、みんながついていけるリーダーシップが取れる人じゃないと、うん、と語ってました、うん、は？車の中で君にしたやつが政治家さんじゃねえ。こんなことしてないで、お前は俺たちに潮の吹かせ方を伝授すればそれでいいんだよ。エブダイユさんじゃない。そうですよ。エブダイユもやってらっしゃるってことですね。やってません、やってません。芸人じゃないですよ。マジックミラー号で。いやいや違います、そのシリーズ違います。ディープス出てないですよ。関係ないですよ、あれ。レディーガガがもし日本の芸能人ツッコミ入れたら、もしガガです。ラジオネームファンタスティックからだ。うちの正明さん、そんなに野外セックスがしたいならね、アルタまでやっちゃいなさいよ。え、むしろすげえ出てくんだよな、この人。うん、なんだろうな、あれもう性癖なのかね。いや違う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 、盛り上がったんじゃないですか。あれ見られて完成じゃないと思いますよ。できれば見られたくなかったんじゃないですか。あいつこんなこと言ってましたよ、芸能人がブログやツイッターテレビでね、こういうこと言ってましたよとチクってもらうコーナーでございます。ラジオネーム三平、有吉さん、ポルノ映画ディープキスインザカーが大ヒット上映中の内野正明さんが。何回読むね、ちゃんと。有吉さん、ポルノ映画ディープキスインザカーが大ヒット上映中の内野正明さんが、朝日新聞のウェブサイト上でこんなことを言ってやがりました。僕はガツンとギアを入れた瞬間にガーッと回転数が上がって一気に暴走してしまうタイプなんですね。中途半端な状態では痛くないっていうか、中途半端な人生は面白くないと思うんです。そうだな、お前の性欲って確かそんな感じだよな。AV 業界の大先輩である加藤隆さんが、うちのは性欲のランボルギーニ、将来有望ですって言ってたぞ。言ってないでしょ、絶対。フライデーなんかに負けるな。今度は渋谷のスクランブル交差点でバックスピンしろ。うせえよ。うそすぎる。もしガガです。はい、続いてはもしレディーガガが日本の芸能人にツッコミを入れたらのもしガガです。はい、FM さん、島根の長方形、ドン小西、あなた最近攻めが足りないわよ。何痩せてんのよ。痩せた小西はただのポコチンよ。おかしい。最後おかしい。一個あげます。あ、面白い。ラジオルームペケミニ、うちの正明、徹子の部屋に出ていきなり徹子のおっぱい揉みながらキスしたら、さすがにあんたのこと認めるわ。もううちのさんでやめてあげない。ジンでもすごい活躍してさ、一個あげちゃうんだけどさ。あげちゃうんですか。ラジオルーム綺麗なスイートピー、 FM 群馬、道場六三郎さん、大根おろしには松本幸四郎の青ひげがよく擦れるわよ。擦れるだろうね。でもどうしても入ってきちゃうもんね、ひげがね。混ざります。ラジオネームペケミン、さっきもペケミンじゃなかったかな、ね、うちの正明、次はガラガラの川崎球場のスタンドで
40代の女性のおっぱい揉んでるところをチンプレイコープレイに撮られて皆さんのナレーションでね。あもうやめてもう。機械入ってる。なんだよ揉ましてくれよ。うちのさんブラジャーやっててね。テケミニのさ、テケミニのうちのさん攻撃が。かわいそう。はい、さあ続いては、あいつこんなこと言ってました。はい。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらう企画でございます。うん、ラジオネーム三平。18禁ラブソング、モンデイスタンブールがスマッシュヒット中のうちのカーセックス正明の、正明だっけ、はい、うちのカーセックス正明の野郎がドラマのインタビューでこんなこと言ってやがりました。このドラマには神様は乗り越えられない試練は決して与えないというメッセージが込められています。僕もそう信じてるし乗り越えられないことなんかないと思います。うちのよ、いやポルノよお前ってやつはとんでもないタフガイだな。あんな恥ずかしい山をいとも簡単に乗り越えたか。だったら神様でも何でもないこの俺が次の試練を与えてやるよ。 NHK のお天気カメラの真ん前で交尾しろひどいなんでだなんで俺内野さんこれは守るよさすがに、ええ、なんでだよツッコミが車の中でやるのが好きなんだから、あるじゃん、その外でやるのが好きなんじゃないんだよ。ただ説得好きじゃないですね。俺は内野さんの名誉のために言っとくよ。内野さんは青缶が好きなんじゃないんだよ、カーセックスが好き。それも二角品でしょFM 福井ラジオネーム太平。内野正明さん、あなたスプラッシュマウンテンでもおっぱい揉みながらディープキスしてるところ写真に撮られなさい。あそこ写真のところだよ、写真のところだよ、ちょっとおっぱい触らせてみて、おっぱい触らせてよじゃねえ。いや、あの許可得ずに揉みますね。そうだね。うちの正明さん言わないよね。ガッてですね。40歳の女性にさ、おっぱい触っていいかいって言わない。あ、40歳なんだ。FM 福井ラジオの太平。うちの正明、あなた車の前に武田鉄矢が飛び込んできて、僕は死にませんって言ってきたら、バカ野郎、こっちは乳揉み中だって言い返しなさい。ダメよそれ。宇治野さん車止めてからちゃんと やる人ですからね。運転中に宇治野さんはそのおっぱい揉んだりするような危険運転はしませんよ。注意しておきますよそれは。宇治野さんはちゃんと駐車場に車を止めてお乳を おもまれになります。丁寧すぎる。FM 栃木ラジオの小林。宇治野正明さん、あんたの交通安全標語に揉むなら乗るなって付け加えときなさい。止めてから揉んでんですから。走りながら揉んでるわけじゃない、まあ揉んでるかもね。いやちょっと待って、ラジオネームぶんなでる。山田勝美、巨大なチンコに抱きついてゴロゴロ転がりなさい。どんなどんな、あそこまで行けないからね山田勝美。ああね、壁で、ね、FM 福井ラジオの太平。うちの正明さん、あなた警察24時の車の取り調べの会に出て、バカ野郎カーセックスしてただけだって答えなさい。薬とか出てこないからね、うん、カーセックスしてただけだから、うん。上村長のおなきち。吉高由里子ちゃん、うちの正明や中村獅童と共演するときはスタンガンを忘れずにね。完全に痴漢扱い。吉高由里子もなかなかこの肉食系っぽいだろう。ああね、うん、イメージはありますね。いやでも噂はないですけどね今のとこ。まあね、うん、玉木な広しかなんか一回噂ってね。でもね、うん、あ、じゃああるわ、あるな、肉食だよ、あれ、あそこありますね。ラジオネーム三平。うちの正明さんのあだ名、ポルノもみ焼き。もうほんとやめない、もううちのさんのやつもう俺飽きちゃったよ。FM 栃木ラジオネーム小林。鈴木あぐりさん、うちの正明を乗せるときは気をつけなさい。あなたも父もまれるわ。どんな状況だ。
見境ないくないでしょそんな。うちの正明さんのさ、社内父もみもさ、もうそろそろいじんのやめなよ、ちょっとね、もう一度のね、ほんと怒られるよ、そろそろ。いつまで言ってんだっつって。それもんだけど、みたいな。衝撃的だったからね。ラジオ三平。有吉さん、金玉こんにゃくこと瀬戸内寂聴の野郎がウェブ上の対談でこんなこと言ってやがりました。男っていうのはね、セックスが強くないとダメなの。最近の男は草食系とか言って全然セックスしないらしいわね。もったいない。おい丸刈り、あんまり男をなめんじゃねえぞ。あんたにいい男を紹介してやるよ。うちの正明、中村獅童、ついでに原田大二郎。おばあちゃんにお前らの異常な性欲見せつけてやるよ。今夜のメールテーマは日本シリーズ情報、日本シリーズ情報ね。E メールにはパンをあげておりますけど、ラジオネームモンド。日本シリーズ情報、観客席にいる内野正明さんが隣にいる女性の胸を揉みしだいていましたよ。いや、さすがカーセックス界の満塁男ですね。もうやめなさいっつったでしょ。内野さんいじるのやめなさいっつったよな。そうですね、言ってましたね、はい、厳しく。これもう嘘情報ですからな。さあ、東京半蔵門 JF ネスタジオから有吉弘行とデンジラス安田がお届けしておりますサンデーナイトドリーマー。続いては安田和弘、携帯大喜利への道でございます。だいぶ良くなってきてる。良くなってんのこれ。ラジオヌーペケミニ。お題、黒木メイサ、有吉弘行、寺田実り、寺島忍、内野正明、中村獅童、彼ら芸能界を代表するドスケベ6人がこの度ユニットを組むことになった。そのユニット名は、出てこない。いや、ドスケボルターズ、あ、おっしゃす。カトゥーン。何カトゥーン。上もなんか、なんでドスケベオールスターズって。いや、違う、いや、違う、違うのが出てきたんだけど。ドスケオールスターズみたいな。いや、違くて。FM 福岡、エグイサル。うちの正明、恋愛解禁になったからってね、前田敦子をエロい目で見るんじゃないよ。そうなの。見てたのかな。ラジオのペケミニ、うん、40代の女性、うちの正明、マジックミラー号。これはもうめちゃくちゃですけどね。うん、どういうことだ。ラジオネーム多平、 FM 福井、うちの正明さん、今度のバックトゥーザフューチャーはおっぱいを揉むスピードを上げることによってタイムスリップするそうです。すっげえ、もう原始時代いっちゃうんだろうね。さあ行きましょう。はい。隣の女の乳を揉む、クラウマの中で揉みまくる、フライデーに取られて離婚。んが違うな。惜しいな。これ、内野正明さんですって。内野正明さん。42の夜っていうタイトルを読むのも忘れるぐらい、テンパってます。前回が全くできませんでしたからね。ちょっと待って。いいじゃないですか。いいですよ。はい。はい、いや、あとね、FM 長野の納豆パフェ。有吉さん、今週のミラクル9で内野正明さんと共演、しかも隣に座ってましたよね。中村獅童さんの時みたいにこの番組での注意を受けましたか。あと、内野正明さんは共演者の父を揉んでいませんでしたか。どういうことなんですか。じゃあさ、揉んでませんでしたけど、ちょっと緊張しましたね。このラジオでやっぱり相当いじってるんで、ちょっと内野さんに怒られるんじゃねえかなっていうドキドキはありましたけど。中村獅童さんには怒られ、中村獅童さんにはラジオで相当いじってるらしいですねっつって怒られましたけど。怖っ。うちのさんにはまあ何も、言われることない。生で会ったらめちゃくちゃかっこよかったな。なんかガタイ良くてすげえ男前で、うん、ちょっと笑ったけどね。そういうタレントの方と会うと怖いですか。ちょっとラジオでいじってる、ラジオでいじってるというか、はい、まあでもまあ聞いてねえだろうっていう安心感は基本的にあるけどね。だツイッターやってる人はちょっと要注意だよね。あ、レディーガガさんとかも、レディーガガとかもそうだよね。だからツイッターで報告するやつがいるじゃん、ファンが。ああ、なるほど。それ怖いけど、だからツイッターやってない有名じゃん。俺別に何とも怖くないけど、
ツイッターやってる人はちょっと注意する時あるよね。じゃあ言われたくない人はツイッター始めた方がいいと思う。そうですね。だからあちょっと顎首に力入れて近づくよね。ツイッターやってて悪口言ってる人に関してはね。何されるチョップされる突然ぶん殴られる可能性あるから首だけ固めて近寄るようにしてますけどねFME 黒メガネ西野カナの曲の歌詞に私はすごく共感するところがあるわとか抜かす恋愛を経験しまくっている感を出すブスに性欲マジックミラー号こと内野正明リフトオフ性欲マジックミラー号って言われてるんですか内野さんね内野さんねじゃねえ言われてねえわ当たり前のようにこともあるよラジオネーム、うん、ナットパフェ FM 長野、うん世間は忘れてるけどこの番組ではいつまでもいじらせてもらうようちの正明の社内父もみ下手お前乗り切れだよ、ラジオ納豆パフェ松尾隆、うん、香取慎吾、はい、うちの正明おなんか、うん、松尾さんキッチュ、はい、香取慎吾さんマヨチュチュうちの正明さんおっぱいチュチュもう笑っていいと思うの原型分かんなくなっちゃうねラジオネーム三平亀田光輝、はい、高橋名人うちの正明亀田光輝ミットを連打、はい、高橋名人 B ボタンを連打、うん、うちの正明40歳の B 地区を連打1個フライデーされちゃってもこんなことだよね大変だよ大変なことだよこれやっぱりガードは常に高く保っておかないとねFM 宮崎ラブ稽古小島春菜の陰謀をゲットするためまずは盗みの天才アビル優が小島春のバッグから家の鍵を盗み出しその鍵を使ってお姫様抱っこの天才佐藤健が小島春の家に侵入し駐車場に停めてある車まで小島春菜を運ぶ次にカーセックスの天才内野正明が小島春を全裸にした後陰謀を 2,3 本採取し郵送で俺の家のポストにリフトオフちょっともうオールスターメンバーメールすごいな天才しかいなかったですラジオのペケミニ内野正明久々そうですねもう懐かしいですね内野正明あんたが今車の中で揉んでるのはおっぱいじゃなくてエアバッグよ。いや久々すぎるわ。あげないよこれ。曲げないし読まないよ。